張って力を発揮してくれるんじゃないかなと思います。さあそれでは早速参りましょう。いきます、波動ファイト。まずはステータスレッドサイド和心から見ていきましょう。レッドサイド和心は真ん中山高選手1135、両サイド津軽三味線健太郎選手よも選手5221、対する福岡第一高等学校 A チーム、なるほど、真ん中陸選手1135、そして奥側サーヤ選手が5221、手前側、翔太選手が4321といったステータスとなっております。さあまずは先制点を取っていきましたね。レッドサイド和心が2点、福岡第一高等学校 A チーム1点ということで1点の差がついております。まだまだ分かりませんからね、このシールドを貼る時ですね、貼るタイミングを津軽三味線健太郎くん選手も見逃しません。2対2ここで並ぶ。さあ世界をも飲み込んだことがある和心にリードを持ってきております。福岡第一高等学校 A チーム、まずは落ち着いてシールドを貼ってうまく狙いを絞りたいところ。さあ同点、そして和心はこれでシールドがなくなってしまいました。福岡第一高等学校 A チーム、このラストのシールドで守りきることができるか。ちょっと対面のねよも選手が狙われている状態ですね。さあ残り3秒前、さあ3点差をつけて勝利。